皆様こんにちは。こんにちは。ティータイム24です。3回目の配信となる今回は2024年2月の様子をお伝えいたします。時の森の2月に行われた様々なニュースをお届けしていきます。まず最初のニュースはこちらから。節分間近の2月1日デイサービストイロでは恵方巻き作りが行われました。今年の恵方は東北東とのことです。古くから病や災いが起こりやすいと言われてきた季節の変わり目、節分。節分を目前に迫った2024年2月1日デイサービストイロでは毎年恒例の恵方巻き作りが行われました。朝からフロアでは恵方巻きに使用する食材作りが行われました。今年の恵方巻きに入る具材は卵、ちくわ、きゅうり、カニカマ、かんぴょう、マグロそぼろ、エビの7種類。お好みで桜でんぶをかけ巻いていきます。恵方巻きには七福神にあやかって7種類の具材を巻き込むのが一般的。長生きできるようにという意味を持つかんぴょうなど特別な意味を持つ具材が入ります。巻き終わると今年の恵方東北東の方角を向き、皆様美味しそうに召し上がりました。美味しい。恵方巻きの7種の具材にあんな意味が込められてたんですね。伊代さん知ってました？そうですね、私も初めて知りました。2月10日ケアホームほのかのほのか田んぼでは今年初めての田おこしが行われました。2024年2月10日ケアホームほのかでは今年初の田おこしが行われました。入居者様が見守る中、小型トラックにて田んぼの土を混ぜていきます。懐かしい。懐かしいね。ここで畑の面積がだーっと長いので、うん、こういうので打ったんだもん。懐かしい。懐かしい。同じ機械だ。同じやつだった。田おこしは通常数回に分けて行います。今回の作業は土を深く掘り起こし、上層と下層の土を入れ替えます。これを荒起こしと言います。だいぶ深くまでね、だいぶ深度まで、すごい輝いてたと思います。いい稲ができるんだね。まあね、あの戦争戦後ね、よくやったもん、こういうことは。だから割合に慣れてるから。懐かしい感じでした。色が濃いと肥えてる土。そうそう、やっぱりね、何でもだけど肥料やるでしょう。それこそ藁をね、切っちゃ入れたりするとね、だからあんまり結構ね、あるの肥えてくるじゃないですか。今後は土に肥料を混ぜ込んだり、土をさらに細かく砕き、田んぼ全体を均一にならしていきながら田おこしを数回繰り返していくということです。毎年最初の田おこしは土が固まっているため、掘り起こす作業は重労働になりますが、多くの皆様の声援をもらい楽しい時間となったということです。桃の節句を半月後に控えた2月15日デイサービストイロではひな人形が飾られました。桃の節句を半月後に控えた2月15日デイサービストイロではひな飾りが行われました。デイサービストイロで飾られるひな人形は7段飾り。この日、利用者様とスタッフにて記憶をたどりながらひな壇にひな人形を飾っていきました。
しかし1年ぶりの作業に全員あたふた。説明書や過去の写真を見ながら楽しく作業は進んでいきます。そうだ、今からこうやって叩く感じですかね。あ、はいはい、わかりました。やりました。皆さんの力を借りながらなんとか完成しました。完成したひな飾りを見ての感想は、毎年のことですけどね、やっぱりこれは日本の伝統的な文化だから続けていってほしいなと思いますね。とても綺麗に飾りができました。ありがとうございます。ケアホームほのかあやねでもひな飾りが行われ、各施設3月3日の桃の節句を楽しみに待つということです。最近はなだ段飾りも珍しくなりましたね。伊予田さんも懐かしいんじゃないですか。そうですね、皆様にとっても懐かしい光景ではなかったでしょうか。そして各施設3月1日から4日にかけひな祭りが行われました。その様子は来月にお送りいたします。2月20日ケアホームあやねではバレンタインデーにちなんでチョコレートを使ったおやつ作りが行われました。2月といえば何がありますか。女の子が女の子が男の子にね、こうやって気持ちを渡すというバレンタインチョコを。2月はバレンタインデーがありますのでね、ちょっとチョコを使ったおやつを作っていこうかなと思います。2月14日はバレンタインデー。今年ケアホームあやねでは2月20日をバレンタインデーとし、チョコレートを使ったおやつ作りを行いました。まずはじめに果物を切る係、串にマシュマロなどを刺していく係、そしてメインのチョコレートを砕く係に分け、おやつ作りに使用する材料を用意していきます。毎年1本をじゃあ5等分ぐらいにお願いしてもいいですか。それぞれの材料が用意できたらチョコレートを湯煎して溶かしていきます。湯煎しながらそこへ冷やした牛乳を入れると生食感のチョコレートが完成。別なだけやっとった。生チョコができちゃった。こりゃそうだよ。もう一方はディップ用にチョコを液状にしていきます。いいですね。美味しそうですね。これでね、より一層美味しくなりますので。食べた皆様の感想は？おいしい。おいしいですよ。素晴らしいバレンタイン。ごちそうさま。おいしいおいしい。味もいい。おいしい。最高。おいしすぎてね。どうやっていいか分からない。笑顔あふれるバレンタインデーとなりました。見ているだけで口の中が甘くなってきますね。美味しそうでしたね。ケアホームほのかではバレンタイン当日の2月14日バレンタインパーティーを行ったということです。ところで鈴木キャスター、はい、今年のバレンタインチョコはいただけましたか。
失礼いたしました。今年は暖冬の影響から時の森には例年よりも早く春の足音が聞こえてきました。今回その様子を夢の木保育園の園児たちが伝えてくれます。今年の2月は記録的な暖かさになり、早くも時の森に春の足音が聞こえてきました。2月28日、夢の木保育園の園児たちは心地の良い気候の中、中庭散歩を楽しみました。例年より早く梅の見頃を迎えた裏庭の色彩の道、梅の花の甘い香りが漂う中、夢のきっ子たちの元気な声が聞こえます。ほら、梅ちゃん、はるちゃん、匂ってみていいの、また、さくらんぼの木も花芽が膨らみ出し、春の足音が随所に見られました。あったー、無理です、無理です、逃げろ、逃げろ。中庭では仙丹の実を食べにやってくるヒヨドリが落とした実を興味深げに夢のきっ子たちは観察。古社の里のバス停にあるトトロにあげたり、身を向いたりして自然と触れ合いながら遊んでいました。今後、色彩の道では様々な花の開花が始まり、より一層散歩が楽しい季節の到来を迎えます。春の訪れを感じますね。今後も四季の移り変わる時の森の様子をお届けしていきますので、お楽しみください。続いては前回の配信でも大好評のこちらのコーナーになります。早速人気コーナーになりました。ダイソン堀田の食いしん坊万歳。今回は春節に合わせて行われましたケアホームほのかの餅つき会の模様をダイソン堀田さんがレポートしてくれます。その様子は CM の後お送りいたします。この番組はご覧の方々の協力でお送りします。この不思議な建物に潜む無限なる好奇心は何だろう。二度とやってこない赤ちゃん時代や子供時代、目いっぱい遊び、目いっぱい休む。私たちは皆様の大切な大切なお子様の育ちのお手伝いができることを心より願っています。一日一日を大切に、夢の木保育園。夢の木保育園は幸田町の認可保育園です。ご利用の希望は幸田町子ども課へお問い合わせください。あやね色彩の道、四季折々に移り変わる散歩道。色彩の道には歩くたびに新しい発見があなたを待っています。道の奥にはあやねキッチンガーデンも。季節によりさまざまな野菜を収穫、見どころいっぱい四季の花々とキッチンガーデンのあやね色彩の道。時の森、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 時の森がいいとこだ。楽しみのある生活を時の森。それではお待たせいたしました。ダイソン堀田の食いしん坊万歳です。ダイソン堀田の食いしん坊万歳。はい、私は今ケアホームほのかの餅つき会場に来ています。ケアホームほのかでは今年は旧正月に合わせて
2月13日に行われました。はい、それでは参加して見える皆様のお声を聞いてみたいと思います。いかがでしたか？まだ新年これからだって一生懸命やらねえかんなと。新年これからで、そんな気持ちを込めてついてくださったんですね。あ、そうです。力強さが新年にとってもいい門出になったと思いますよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では皆さんのお口に今からまたちぎって入っていきますので、はい、お願いします。はい、あ、餅が突き上がっているみたいです。見てください皆さん、すごいスピードで餅がちぎられていますよ。今年の味はあんこ、きなこ、おろし大根、グリーンティーの4種類の味をご用意しているとのことです。美味しそうですよね。はい、美味しそうです。はい、とってもいい色がして。試食しますか？いいんですか？試食、そんな入居者様より一番早く食べさせていただいていいんですか？ありがとうございます。もう私ダイソン堀田がね、しっかりと味のリポーターをさせていただきたいと思いますよ。すみません、一足早くいただきたいと思います。定番のあんこからいただきたいと思います。見てください。いただきます。あったかくてすごい柔らかくてもちもちしてます。歯触りも完璧です。続いておろし大根いただきます。さっぱりしててとってもいい相性です。あんことも合いますよ。醤油がすごく効いてます。グリーンティー、変わり種です。あ、甘いかと思ったんですけど、しっかり抹茶の味がしていてとっても爽やかで苦味もあって美味しいです。最後すいません、きなこいただきます。こちらは甘みがいっぱいです。とってもきなこ大好きの方にはいい味の配合になってますよ。はい、4種類とっても美味しくいただきました。皆様に楽しんでいただけるように鋭意制作中ですね。早く届きますようによろしくお願いします。どうですか、出来たてのお餅。先ほど白井さんにもお餅をついていただいてました。少しお話聞きたいと思います。お餅つきしてみてどうでした？大変楽しくて元気をいただきました。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。笑顔が素敵でね、とってもこちらも楽しそうに見えました。はい、まあ嬉しかったわ。いいえ、ありがとうね。こちらこそ楽しかったです。元気よくやっていただきまして、はい、元気いただきました。はい、おいしいお餅また、はい、はい、食べてってください。楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではおいしいお餅をいただいた後は今からどんと焼きを行っていこうと思ってます。慌てない。一緒に。
はずなのに釣り色になってるよ。熱いね。普通のマシュマロと違って甘みがありますか。もう一口が口が大きく開けに入らんですね。おいしいおいしい、普通のよりおいしい。どうです、クリームみたいだ。クリームみたい、うん、そんなに柔らかいんですか、うん、おばさんありがとうございます。私もいただきます。おいしい。あそこを見とってね、あんまりみんな食べたら美味しくなってきた。シュワフワですごい美味しいですね。ありがとね。ありがとね。はい、餅つき会とどんと焼きの様子をお送りしました。それではまた皆様お会いしましょう。ダイソン堀田さんありがとうございました。先月はケアホームあやねとデイサービス十色で行われた新春餅つき会をお送りしましたが、同じ餅の VTR でもダイソン堀田さんのレポートだとまた違った感じになりますね。そうですよね、お餅の味がありありと伝わってきましたね。続いては特集になります。2月3日節分の日、時の森では毎年恒例の節分祭が行われました。今年の鬼は一体どんな鬼なんでしょうか。今年も奴らがパワーアップして帰ってきた。2024青鬼、緑鬼、赤鬼、デイモンブルースター、さあ始まります。2024年節分祭、今年の鬼はどんなパフォーマンスを見せてくれるのでありましょうか。乞うご期待。ここでルールの説明。昨年から各施設での対抗戦となった節分祭、各施設に一人鬼が投入され、鬼の前後にはボックスが付けられています。制限時間内にこのボックスにより多く弾が入った施設が節分祭の勝者となります。制限時間30秒、ファーストチャレンジャーケアホームあやね、ただいまからスタートです。ケアホームあやね、結果は33玉でした。制限時間30秒、セカンドチャレンジャーケアホームほのか、ただいまからスタートです。ケアホームほのか、結果は36玉でした。制限時間30秒、サードチャレンジャーデイサービスというただいまよりスタートです。
結果は39玉でした。今年は各施設僅差でデイサービストイロが勝者となりました。参加されたすべての方に三河巻きが振る舞われ、今年も節分祭を全力で楽しむことができました。今年の鬼はどうだった？よかった？よかったよかった。本当？怖くなかった？怖くはなかった？あんまり怖くなかったですか。来年も頑張ります。また次回お会いしましょう。デイサービス十色さん、優勝おめでとうございます。皆さんの配置や園の作り方など作戦勝ちでしたね。今年は各施設三玉差の僅差でしたので、来年は各施設作戦を練って挑んでくるかと思われます。来年も楽しみになりますね。そうですね、来年はぜひ優勝を目指して皆さん頑張ってください。それではここでお知らせがございます。時の森ではホームページ内にスタッフブログを開設しています。ここでは紹介しきれない各施設の日々の暮らしや行事などを書き綴っていますので、ぜひご覧ください。またこちらの YouTube チャンネルでも1年ごとに手法を変えて配信していますので、ぜひ過去の動画もご覧ください。そして夢の木保育園では Instagram を開設しています。こちらもぜひフォローよろしくお願いいたします。あっという間でしたが、もうお時間となりました。今回の配信はここまでとなります。最後は今回も配信に入りきらなかった2月の様子をエンディングに合わせてお送りいたします。次回は2024年3月の様子を4月中旬頃配信予定となります。そして来月新年度よりエンディングが変わります。時の森専属歌手である歌う舞さんの懐かしい名曲に乗せお送りいたします。ぜひ楽しみにお待ちください。皆様、春の日差しのもと健やかにお過ごしください。それではまた次回お会いしましょう。おめでとうございます。じゃあ皆さん拍手で。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。